はい、皆さんこんにちは、三浦彩香です。はい、今日はですねゲストをお呼びしております。ドライブ東京所属の若松優也です。はい、若松選手です。よろしくお願いします。はい、今日はですね場所はドライブ東京 MMA ですね。まあ、若松選手を、ね、ゲストにお呼びしたのはですね、新企画を始めたいっていうふうに思ってまして、私と若松選手が出てるワンチャンピオンシップの試合の映像を裏解説を始めていこうかなっていうふうに思いまして。はい、どう思います？いや、ありがたいですそう言ってもらえるとありがたいですワンチャンピオンシップってシンガポールとかタイとかだと、あとマニラか、すごくなかったですか？はい、バスの中なんか、いや、めっちゃすごいです、ね、すごかったですよね、はい、写真貼られてたり声かけられたりとか。そうですね、僕、はい、空港で声かけられていきなり。本当ですか？行って、はい、すごいですね。自分なんか桜だと思って素直に喜べなかったんですよそうなんですか？はい、浸透してますよね、うん、そうなんですよ、すごく浸透してるのに、はい、あんまり日本だと格闘技好きな方とかは知ってる方とか多いんですけど、抵抗ある人とかもいるんですよね。なんか英語表記だし分かりにくいっていう人も。そうですね、格闘技自体があんまり一般人には分かんないですよね、はいはい、そうですね。ただすごい面白い試合とかたくさんあるので、日本人の選手もちろんそうですけど、まあ、海外の試合とかそういうのをちょっとずつ見てもらおうかなっていうふうに思いまして、今日はですねこういった形で会を作りました。まあ、私のチャンネル見てくれてる人って多分トレーニング好きな人とかも多いと思うんで、はい、格闘技あとトライブのね選手こうやって紹介したかったっていうのもあるので。はい、はい、でお願いします。今日はですね、まあ、若松優也選手の試合とあと私の試合ですね、はい、ちょっと2試合お送りしたいと思いますので、ぜひお願いします。お願いします。はい、あれ優也くん、ちなみにあの、はい、試合発表っていつですか？よう分かんないです。分かんないんですか？はい、まあ、体は今仕上げてる感じ。まあそうですね、はい、まあ、ずっと常に臨戦態勢です。あ、なるほど。じゃあ次ね、あの近々試合があるかもしれない若松選手ちょっと、ね、注目してもらうために、はい、この試合もね、あの今から見る試合も解説していきたいと思います。はいはい、本人に解説してもらうってすごい幸せですね。いやいや、全然何も喋れないかもしれないお願いします。じゃあ、 あのこれは8月の2日去年の8月の2日のマニラ大会ですね、はい、の試合になります。じゃあ流していきます。はい、いきます。よーいどん。え、入場からですか？入場からです。ただ、入場客はカットなんで、はい、ただここはどうでしたこの時、心境。いや、僕あの、2連敗してて、で3戦目でこのユースタキオ選手とやってるんですけど、まあ元チャンピオンで、なんか DJ とやった後に、その結構自信に満ち溢れてたんですけど、なんかでもまたなんか負けちゃうんじゃないかとか、そういう不安がすごいあって、もう本当にもう負けたら終わりぐらいの感じで、今そういうでも気合い入った感じの表情ですもんね。今そうですね、もう気持ちは戦、まあ、戦場に行くような感じで、はい、特攻隊の気持ちで行きましたかっこいいですね。いや、でも強い選手と戦い続けて。特攻隊って分かります？特攻隊ってあの突っ込んでいくんですよね。突っ込んでいって自分がもう、そうですね、死ぬんですよね、はい、この、 あのユースタキオ選手、はい、あの記者会見というか前のこの試合の前会見で、あ、はいはい、あの立ち会ったっていうか、あのにらめっこみたいなのあるじゃないですか。 やりましたっけ？やったって言ってました。やった時、はい、覚えてないですか？それ覚えてないです。あ、本当ですか？スーツ着てこう、はい、ファイティングポーズで覚えてないですか？あんま覚えてない。本当ですか？なんかその時にゆうやくんから聞いたのは、はい、なんかただのおじさんと向かい合ってるみたいになって言ったんですけど。あーでもそうですね、なんか優しい感じだったっす。あー、すごい。でもなんか、はい、この入場っていうか、この時めっちゃ相手気合入ってて。そうなんですか？で、しかもマニラって、はい、マニラの選手じゃないですか。あ、そうですね、チームラカイ、はい、歓声やばかったですね。あ、アウェー感がね、でほらめっちゃ気合入ってるんですよほらほら、俺こんなキャラだと思わなかった。めっちゃ優しい人なのかと思ったらすげえガン飛ばしてオラオラですね。めっちゃオラオラだったっす。もう今もちょっとオラついてる感ありますね。やばいっす超睨まれてましたから、僕コールされてる時そうなんですね、はい、あんま見えないですね、カメラ越しだと。そうですね、始まりました、解説を。あ、で、はい、まあ、今カード蹴ったんですけど、はい、
あ、これちょっとパンチ、相手はパンチに意識いってると思ったので、はい、足カーキックって結構痛いじゃないですか、聞いたら。はい、ちょっと早かったですね。今2発当たったんですけど、はい、まあ後で見たら結構効いてると思って、はい、でそこで上にパンチ、今のはフックストレート当たってなかったんですけど、でも多分相手は結構嫌がってると思うんで、すごい嫌がってますね、うん、歓声がこの時の戦ってる時、自分的にはなんか、うん、あ、もう終わるんじゃないですか、もうね、早く終わってしまうんですよ。え、相手がちょっと手出しただけで歓声上がりますよね、これ。そうなんですよね、うん、これバッ、うん、バコレスね、うん、あ、もう早っ、怖っ、これ短縮してるじゃないですか。でも1分ちょっとですよね、確か。いや、2分ぐらいです。2分でしたっけ、すごい、最初に、はい、今のフックストレートなんですけど、はい、決める前になんか、あ、こいつ蹴った時に足取ろうなと思って、反応は、パンチの反応はすごい良くて、うん、当たんないなと思ったんで、足が揃った時に合わせてやろうと思って、うん、で、足が揃ったんで、状態が止まったんで、フックで中開けて、はい、フックで開けて、真ん中開けて、開いた瞬間にこう入れたんですね、はい、多分距離は遠かったんで、多分相手としたら多分蹴りの距離だったんで、パンチ来るとは思ってなかったと思うんですけど、そこをちょっと思いっきり行ってみようかなと思ったら当たったっていうのが、これは、はい、ゆうやくんが手が長いとかっていうわけではなくて、はい、踏み込んで当たったか。あ、そうですね、まあ自分結構手長いんですよ、175あるんですよ、身長。あれ、身長が、身長68なんですけど。そうなんですね、堀江さんのトレーニングのおかげで手が伸びたんですか。そうなんですよ、前66ぐらいしかなくて、え、そん伸びたんですよ。へ、えー、そうなんですね、はい、そうなんですよ、チームラカイ、まあ、ダニー・キンガと戦ったっていうのは、はい、なんかすごい最初からオラオラじゃなくてもう抱き合ってくれて、あ、そうなんですね、気持ちいいなと思って、あ、ここはもう飛ばしましょう。飛ばすんですか。いや、本当に自分見れなくて。あ、そうなんですか。まあまあいいですけど。あ、大丈夫ですか。まあ、でも本当に今まで勝った中で一番嬉しくて、うん、2敗したことって今までなかったんですか。そうですね、はい、今2連敗中で、ここどうしますか、このじゃあ苦しんでたんですけど、あ、まあ別に、はい、もう死ぬ気で全てかけてやってきました、はい、いや本当にすごい、この右当たった時は感触すごいあって KO のシーンが何回も終わらせるつもりでした。そうですね、でもこればっかりしか使われないんで、はい、ちょっと、まあ、次も、まあ、やってきたことが的な系をして、ちょっとまあ使われるようになったりですね。はい、すごい、またこの、インタビュアーの方がすごい盛り上げてくれないですか。はい、あ、そうですね、もうテンション、はい、もうドミニクさんですか、ね、ドミニクさんでしたっけ、はい、はい、っていう試合ですね、はい、去年は2試合してるんですよね、ゆうやくん。いや、3試合、あ、3試合か、 DJ 戦と、うん、これとあと日本大会10月に脱臼してたんですよね、試合の途中で。まあそうですね、勝手に折れたと勘違いしてて、いやでもなんか冷静だったんで、逆にめっちゃ痛くて、今までも折れたことはあるんですけど、あ、そうなんですね。その時は全然もう無我夢中な時は、その前の時は、はい、なんか冷静すぎてなんか痛えとか思っちゃって。それは1ラウンド目からですか。そうですね、はい、そうだったんですね。寝技に行かなかったですよね、全然。そうですね、あの試合は、テイクダウン2回したんですけど、はい、全然もう痛くて抑えれなくて、あ、そんなに。でも試合で痛いって感じたら相当ですもんね。そうですね、普通感じないじゃないですか。感じないですね、そんなに。感じたらやばいかなっていう風に。そうですね、思いますよね、はい、今年一発目ドカンとやるのを楽しみにしています。 ありますかね、今年。あるとね、いいんですけどね。さすがにしたいですね。ね、次回は楽しみにしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ゆうやくんだっていつもグッドシェイプですよね。まあ、そうですね、はい、そうですよね、はい、4月ぐらいからだってずっと体作ってますよね。そうですね、まあ、はい、予定はそんくらいにあったんで、うずうずして爆発しそうな若松選手ですね。
すいません、ちょっと今違うこと考えてました。ちょっと申し訳ないんですけど、はい、次私の試合をちょっと。